番の大物が来たんだよね。そういう感じですよね。とんでもない、ありがとうございます。今回は株式会社セクション8の安田社長にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大物ですよね。何をしちゃいます。大物。そんなことないですよ。本当にパンブリア宮殿に出た人は歴史上出てないですよね。そうですね、うん、これはもう初めてじゃないですか。そうですよね、うん、じゃあカンブリア宮殿発出出演の何かあるんですか。何があるって言ってそんなものはないんですけど。ないですけど、もう一番の大物が来たみたいな、ね、そういう感じですよね。とんでもない、ありがとうございます。今でもニュースピックスとかでねコメントとか活躍されてて、まあ有名だし、もう日本の外食のプロっていう位置づけですかね、プロ経営者って。いやーどうですかね。私も実は外食産業に携わってからっていうのがそれほど長くはないんですよ。マクドナルドに行かれたのはいつ頃なんですか。2015年の4月から。あ、そうなんですか、そうなんですか。2005年ですね。あ、2005年ね、ごめんなさい、2005年です。2005年にマクドナルド。そうですね、はい、でそこから、まあ、コメダコーヒーに、はい、まあ、この引き抜かれるって感じですよね。あ、そうですね、はい。コメダコーヒーさんが創業者がファンドに売って、ね、はい、アドバンテージパートナーさんから引き抜かれたみたいな。引き抜かれたというか、まあ、お声掛けをいただいてまあ、コメダの社長をやらせていただいたという形ですね、うん、ですから、そう、コメダコーヒーはだから創業者加藤さんとおっしゃいましたっけ。それ加藤太郎さん、が長く前やってらっしゃって、はい、でもその当時もフランチャイズではありましたけど、はい、今のようなフランチャイズは全然ないんですよね。まあその時からフランチャイズを加藤太郎さん創業者の方も思考はもちろんされていたと思うんですけれども、さらにやっぱりコメダを大きくしていきたい、ということでファンドさんの力を借りて、まあ、全国展開をしようという中で、ちょうど私は最初から社長をやってたわけじゃなくて、初代の社長っていうのはいらっしゃって、あのファンドさんがお雇いになってた、でその方をが会長になられて、でその社長という形で私が入りました。それはちょうどファンドさんも、2年、そのと私が入った 2,3 年後にもファンドっていうのは必ず未来永劫その、株式を持ってるってことじゃなくて、必ずエグジットっていうことを考えなきゃいけませんので、私はまあその、エグジットのプロセスをまあ担当させていただくという形で入りました。なるほど、最初からそういう話なんですね、はい、でもそこからその最初のコメダの展開ってここから見たらすごかったんですよね、こちら関東に出てくる時の、はい、全然名古屋のイメージと違ったんですよね。あ、そうですか、名古屋の昔っていうのも結構見てて、当時ちょうどライバル業態で、ね、キャッツカフェってのがあったんですよ、うん、あれをちょっと見た時期があって、その時コメダっていうのはなんかこう不思議な店だったんですよ、はい、でそれがフランチャイズ展開する、全国展開するって言って、果たしてうまくいくんだろうかと思ってたら、まんまとうまくいくという、めちゃくちゃうまくいきましたね。あ、そうですね、関わった時はコメダってどのくらいの店舗数とか年商いくらぐらいと、まあ、店舗数でいうとおそらく250件ぐらいだったと。今もう800件になってますから、まあ、それはもちろん私の努力というよりは、私の後の要するに経営陣の努力にかかってくるところはあったと思いますけれども、そもそもフランチャイズのパッケージとしての強みっていうのは、コメダ持ってたんだと思うんですよ。それどの辺だったんですか。僕いつもフランチャイズビジネスを見るときに3つポイントがあるって思ってるんですね。で1つっていうのは事業モデルっていうのがもうしっかりしたものであること、これはとっても大事なことだと思ってます、でそれから2つ目が収益のモデルっていうのがこれ、これは要するにフランチャイザーにとっても G にとっても非常に大事だと、で3つ目が契約のモデルだと思っています、どこら辺まで要するに実際のお店を運営されるのはフランチャイジーさんですから、そのフランチャイジーさんとフランチャイズ本部、フランチャイザーとの間の役割分担ですよね、それが契約の中に落とし込まれていて、そのバランスっていうのがとっても大事で、このバランスの一個どれかが崩れるとやっぱりフランチャイズっておかしくなっちゃうと思うんですよ。でコメダっていうのは名古屋で非常に根付いていた喫茶店文化っていうものが、おそらく全国でもそれが要するに受け入れられるだろう、私もそう思いました。なるほど。なぜかっていうと、そのお酒を飲む人飲まない人って例えばサラリーマンで見ると思うんですけど、例えば会社からそのまま帰りたくないよなっていう気分っていうのは例えばお持ちになったりしますよね、だからみんな飲み屋に行ったりとか、今、コロナでオタクで仕事されてるけど多分ストレスみんなものすごく溜まってると思うんですよ、職場とか、まあ、あるいはその外出先だとかお家との間の
ちょうどこう中間地点の止まり木みたいなものっていうのは多分皆さんニーズとして必ずお持ちになっていると思っていて、うん、ちょっとおしゃれなセルフサービスで行ったのがそのサードプレスって言っているスターバックスさん、うん、なんていうのはそうですよね、うん、コメダっていうのは日本流の形でサードプレスにしたっていうふうに僕思ってるんですよ、うん、なるほど、必ずそういうニーズはある、家庭の主婦なんかでも奥さん同士で買い物に行ったスーパーに行った、うん、その帰りにちょっとおしゃべりしたいよねとか、そういうニーズって必ずあるはずなんですね、うん、でそれを今まで担ってきた喫茶店文化っていうのは昔からあったんだけれども、それもっとカジュアルな形で、うん、しかも、郊外型で展開していくっていうモデルっていうのがコメダのやっぱ特徴だったと思うんですよ。だからそういう意味で言うとビジネスモデルっていうのは非常にユニークだと思います、うん、だここは非常に確立されている。じゃあ次に収益のモデルってあると思うんですね。で収益っていうのは簡単に言うとフランチャイザーとじいさんとの間でお客様からいただいたお金をどう分けるかっていうモデルじゃないですか、うん、でもうそこにかかっているわけで、フランチャイザーがあんまり欲張ってもこれは G の方がなかなかやっぱりついてこれない、だから多店舗展開できない、うん、だけれども G の方にやっぱりその収益が落ちすぎるとやっぱり本部機能っていうのは充実させられないから、やっぱり多店舗展開ができない。最近のそのフランチャイズビジネスの中でやっぱりうまくいってないところっていくつかやっぱりここ数年でもコロナ別にしてもあったと思うんですけれども、例えばある定食屋さんで有名なチェーンがあるんですけれど、あそこっていうのはビジネスモデル僕面白かったと思うんですよ。あそこのことかな、あそこのことです、言いません。ところがそこって例えば収益モデルで言うとおそらく初期投資にキッチンもしっかり持ちますから、うん、やっぱり 7,000 万の投資が必要だと、うん、ところが、営業利益率っていうのがやっぱり 5-6%、うん、なのに契約期間3年みたいな話なんですよ。そうすると契約を4回ぐらい更新しないと回収できないモデルになっちゃうんですね、うん、そうするとどんだけビジネスモデルが優れていても、うん、本部もちゃんと儲かるんだけれども、フランチャイズさんもちゃんと儲かるっていうモデルでないと厳しいと思うんですね。そこの本でコメダっていうのは実は非常に特徴的で、フランチャイズフィーっていうのあるじゃないですか、はい、ロイヤリティですとか、はい、あれって定額なんですよ。そうですね、席位で定額なんですね、席数定額なんですね、席数定額ね。で、どちらかっていうとその利益の方は、言ってみればその商品供給、主要な商品っていうのはコーヒーとパンがあるんですけれども、うん、それの商品供給のお代として頂戴しますっていうモデルになってます、うん、ですからそれを仕入れるのはある意味サンクコストだと考えると、売れば売るほどフランチャイズさん儲かるよねっていうモデルなんですね、うん、で当然、いっぱい売れば、パンとコーヒーが売れますから本部儲かるよと、うん、こういうモデルになっていますから。でしかもその期間っていうのが、10年間ですよ。フランチャイズ契約期間10年なんです、うん、さらに10年更新して20年ぐらいで見るって話になります。ですからその20年の間で、回収がきっちりできるかどうかっていうことがやっぱり一つモデルになった、うん、だから非常に最近フランチャイズのモデルでも居酒屋さんって短いじゃないですか、うん、2年ぐらいで回収ってモデルですけど、はい、コメダっての20年、その分逆にしっかり建物に投資をして、その代わりそれを長く使う、お金かけるところにはちゃんとかけるけれども、その後はしっかりそのお店をやっぱりその運営をしていって20年30年かけて、僕がいた頃でもすでに、フランチャイズ契約30年ぐらいになるフランチャイズさんいらっしゃいましたから、そうですね、今だと、もう要するに代が変わられて30年、うん、40年やってらっしゃるようなフランチャイズさんって僕結構いるんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあすごいですよね。だから僕の知り合いの社長なんかも何人かやっぱり飛びついて、初期投資聞いて驚いて、そんな高いのかと思ってでもその社長が2つ目3つ目って出してくるんですよね、もちろん回収は終わってないけど、まあ言ってる通りだって言うんですよね。なるほど、まあ、もちろん大きなメガフランチャイズの会社ですけどね、うん、林さんはそれをいつも不思議があるわけですよ。1億とかかかる投資をなんでみんなやるんだろうって、武田塾10個やった方がいいじゃないかと、まあ、そうなんですよね、うん、でもそれでもそれは思うんですけど、そういうもんじゃないんだよって武田さん言われるんで、ね、うん、それはやっぱりそのメガフランチャイズの社長は武田塾を10件やろうとは思わないんですよね。重いビジネスモデルでこちらをやるわけですよ。ようやくこの頃分かってきたみたいな、うんうん、ビジネスモデルってのはやっぱり、まあ、今はもう皆さんよくご存知になって、非常にこのモデルっての面白いねということで、むしろ、模倣がどんどん出てますよね。ありますね。ぐらい、ビジネスモデルは非常にしっかりしてる。で収益モデルもやっぱり20年で考える、非常に長期で考えるってことですから、だいたい銀行融資っていうのは長くてもまあもらえるのは10年じゃないですか、うん、でその10年間は正直なく厳しいかもしれないです、うん、残り10年っていうのは言ってみれば、まあ、お金も回収終わってますし、焼却もかなり進んでますから、残り10年間しっかり儲かる、そういうモデルなんですね、うん、だから非常に長期にやっぱりビジネスやっていく。やはり喫茶店っていう、そのコメダの喫茶店文化っていうのはやはり地元の人に支えられているっていう側面が非常に強い
わけです。だから駅前の要するに、チェーン店とはちょっと違ってですね、うん、その地元の方が親子で来てお子さんが成人になって結婚して今度またご家族連れてなんかもう3代で来るみたいな、うんうんうん、そういうモデルっていう形なんですよね。そういう釣りに適したような立地でやっぱり店舗展開をしていく。それで要するに20年間かけてしっかり回収をしていって儲けていただく。であとは契約モデルっていうところですけれども、うん、結構フランチャイズさんに対する自由度っていうのが高いところがあるんですね、うん、それはね言われますね。基本的に高いです。かといってじゃあ勝手なメニュー出していいかってそういうこともないですけれども、うん、実はあの余談なんですけれども、私あのコメダの社長を退いた後にコメダのビジネスが本当に大好きになって、私やられてんですよね、コメダのフランチャイジーで5店舗やってるんですよ、うん、実は、うん、それもすごいなと思って、でも大好きなんですよコメダが、うん、でもちろん、まだ、10年経ってませんから支払いも厳しいですし大変苦労していますけれども、5店舗あると地域地域でやっぱりお客様が違うんですね。もちろんマニュアルっていうのは基本的なものありますけれども、その場その場のお客さんの層に合わせた、うん、接客っていうのはむしろ本部が指定するよりもそのお店お店のオーナーに任せた方がいいだろうっていうふうに多分考えてるんだと思うんですね。ですから誰が来ても同じようにいらっしゃいませ何名様ですかっていうわけじゃなくて、サラリーマンの方がいつもあのおなじみの方が来られたら、あお疲れ様ですと、今日ちょっと遅めですねっていうような会話が成立するだとか、そういったことがやっぱ可能なやっぱり、ビジネス。ところが多くのチェーンってそれやらないですよね。そうですね、うん、それはその創業者の加藤さんの考えでそうおっしゃる通りだと思います、なるほど。それはきっと加藤さんは全国展開なんかするなんていうことを考えてないからそうだったんじゃないですか。かもしれないですけれども、そこはあの安田さんとしてはちょっとこれ で全国展開は無理じゃないってならないですか。あのね、加藤太郎さんって非常にチャーミングな方で、うん、あのやっぱり、ね、お客さんを喜ばせたいとか、うん、あるいはちょっとびっくりさせたいっていう思い、うん、非常に強い僕オーナーあの創業者の方だと思ってます、もちろんあの経営が変わってもですね、そういう文化みたいなものってやっぱりコメダの中にはあるんだと思うんです、うん、ですから受け入れられる場所にやっぱり出店をしていくと、うん、丸の内みたいな場所でコメダのビジネスがうまくいくかっていうとむしろそうではなくて、そういったところにスタバさんが出ますという形ですけど、うん、例えばそのスタバさんがじゃあ郊外店でコメダのような場所に出店をされて、うん、高齢のおじいちゃんおばあちゃんだとか、うん、あるいは家庭の主婦の方が子供連れで来たりするような、うん、そういうことにやっぱり向いてるかっていうと多分違うと思うんですよね、うん、なるほどね、よくわかりました、うん、